はいどうも、はい、さあ今度は8番目の方です。はい、中国四国地区代表の戸田奈穂さんです。私の夢はみんなを感動させられるような女優になることです。応援してください。将来は歌手よりも女優になりたい、はい、どういったタイプの女優に？みんなを感動させることができる女優になれたらいいと思います。例えば具体的に言うと新玉道夫さんとか。わかりませんか、はい、どなたが好きですか女優さんでは？あの外国だったら、ええ、グレース・ケリーさんとか。グレース・ケリーさん。ビビアン・リーさんとか。ビビアン・リーさん、哀愁のビビアン・リーさんですか、はい、日本だったら？日本だったら吉永小百合さんが好きです。あら大人気ね、吉永小百合さん。そうですね、うん、あの演技をちょっとね、やってくれるんですか？ショートでどうですか？どんな演技ですか？私あなたをずっと前から好きでした。どうこれ？いいよ、僕に向かって。はい、セリフですか？うん、僕を高島正信さんと思ってください、ね、はい、うん、どうぞどうぞ。私あなたのことがずっと前から好きでした。すいません。グーよね、グーよ ね、どんな気持ち今？グーっと伝えられる。ねえ、頑張ってくださいね、これからね、はい、どうもありがとうございました。中島さん、お願いします。